ありがとうございます。ありがとうございます。本日はこの間動画で何だ20年後はこうなるみたいな、はい、あったよね。メガネ君とメガネ君とヒゲモジャン。あ、ヒゲモジャン。初めて病院で MRI まで撮って、うん、椎間板ヘルニアが5箇所あるんですよ。5箇所で今回はもうよく同じ話で、実際とび職は本当過酷だと思うんですけど、とび職足場の職人ってどういうような実態っていうか、一つ聞いておこうか。まあ、ちなみにお前入って1週間。はい。どう1週間ってちょっとは使えるようになってないです。お前ね、自分の声ちょっとは使えるようになってない。ちょっとちょっとまだつけないです。朝って何時集合？そう、7時です。カメラ回ったらカッコつけんのやめとくよ。こいつカメラ回ったら絶対カッコつけるもんね。7時ですって。お前そんな風に言わんかいな。何時？7時。何時？7時です。カメラ意識して朝7時に資材置き場所を、はい、会社じゃないんだよね。資材置き場ってザルが結構置いてあるトラックとか、まあ、動画でも撮ったあるんですけど、資材置き場に7時、まあ、大体毎日7時を、はい、で実際ここ今現場じゃん、はい、ここに何時に来たの？8時半ぐらい。8時半あれで、まあ、資材置き場それ朝は仕事するの？あと仕事しないですね。朝仕事しない。とりあえずくっちゃべって、ああちょっと喋って、はい、じゃあもう行こうか。こうやったら40分ぐらい行くんだろ、はい、そうですね。なんで行こうか。でその、まあ、今日は3人だけど、いつも大体基本戸建ては戸建て一般住宅ね。一般住宅で何人で出てくるの？もう2人で前まで回ってたんですけど、今人がおるもんで3人で回って。カメラ目線いいって。さっきから見てくれてるよ。キモいわ。大体でも2人、3人ぐらいですね。ああ、2人、3人、はい、2人の時もあるか。2人も全然ある。大体基本3人で、でもこれ終わってバラシ行け、感じです。バラシに行くんだ。はい、それぐらいか。こんだけの一般住宅もね、これ全部組んでバーっとちょっと、まあこれちょっとちっちゃめだけどね、はい、まだ基本3人で組んでバラシ食うってことね、戸建てな。そうですね。今大きいやつもやってるもんね。まあちょっとそこは一概に言えないと思うんですけど、で、ね、実際にじゃあ資材置き場に、まあ、足場組んで解体して戻るの何時ぐらい？平均4時5時ぐらいです。4時5時ぐらい。よく言ってくるでしょ、お前。そんな早く作る？そんな早く。大体もう3人で掛け払いったら大体3時とか。あで5時にはもう戻れとる。4時ぐらいにも。4時から5時ぐらい。あの現場の遠いとかあるんですけど、あまあ4時5時、まあ遠くて6時ぐらいとか。3人戻ってくる。で、そこから何やるの？積み込みですね。積み込み。次の日の。積み込みもいい。そこからやるんだよな。はい。で、残業代はもらえないもんな。残業代もらえないんですね。まとま手当みたいなのがある。だけど本当、鹿児島から来た。あ、じゃあ新潟。新潟、うん、で、同じ一週間前だな。はい。で、またもう一人来るの？神奈川から。神奈川、まあ、でも過酷だよな、うん、まあ、その塗装班とかシール班が、まあ、見ると、いや僕たちも、まあ、違う意味の過酷があるんじゃん。技術職と、ちょっと体力勝負みたいな世界だもんな。で、何年もやれんでな。そうそう。でも毎日本当偉い。骨がへし曲がるぐらい勝負するの。ベトナム人でも帰ってたやつだろ。そうね、骨が曲がったし、曲がらないので折れるだろ、曲がる前。変形手段。変形したつ。ベトナム人も何？7人の6人で、13人ですか。すごいな。他に何が偉い？シート貼るじゃん。シート貼る。偉いってか、めんどくさいんだろ。嫌ですね。嫌やん。嫌いっすね。こいつ一人置いとけんじゃん。シートも貼れんすもんね。シート。でも、この高さなら、いける。もう怖がっとったからさっき俺見とったら。これまたこれ終わったら撮影するしな。最後お前のいかにしょぼいとこ撮っとるわ。バレちゃいます、バレちゃいます。でもほんと過酷だよな、あの暑さ。これから暑いしな。水なんてどれくらい飲む？僕は多分尋常じゃないぐらい取るっすね。仕事始まって終わって帰るまでに何本ぐらい？もう500ぐらいやったら。でも僕10個ぐらい飲むんですよ。10個ぐらい飲む。10本ぐらい飲む。そんだけ汗出るんだよな。で、あの塩の塊食べるの？あるの？持ってる？食べそう。持ってないですね。タブソルトってこんな塩の塊、まあ職人さんが見とるって多いで、多分まあ知っとると思うけど、あれいいよな、タブソルトな。そうですね。俺も昔職人だと飲んでたけど、ほんとそれ飲まんとつるだよ。はい。これ全身がつるんですよ。タブソルト飲んだ？お前。いや、飲んだことないです。飲んで。いや、まずい。お前それ後くんだ。まずいって味わうのじゃない。味わってすぐ飲むんだよ。バカ。味わったからすぐ水飲む。食い物じゃないね。食い物じゃねえよ。誰かやっとったら腹が空いたみたいな。腹が空いたみたいな。あいつみたいになっちゃう。それ頭打っとるよ。塩で頭やられた。塩で頭やられた。まあ高いところのボールだな。高いと思う。
それは怖いだろ、入って1週間なんでこの人たち平気なのと思うだろう。はい、本当に思います。そうそう、俺も職人初めてやった時怖かったもん。もう尋常じゃないからなんか本当に下やっとけって下もできるし上もできる。わかめちゃん見つかってるな、お前。こんな揺れたらもっと怖いだろ、お前自分が。楽しい？はい、楽しいです。じゃあ、何の仕事しよった？前、福祉の仕事をしてました。福祉の仕事？はい。それ、福祉の仕事と足場の富の仕事、何倍ぐらい偉い？もう本当にものすごい。数字で表せないぐらい偉いです。10倍ぐらい。10倍 ?10 倍ぐらい偉いです。給料は何倍もらえる？10倍。給料は下がった。いや、下がってない。逆にものすごい上がりました。上がった、はい、前の前はあの月給でした。あ、月給、はい、月給って結構いいよ。25万ぐらいになる。 17.5 です。確かに。17万5千だったら俺多分1日の給料の方が多い。社長まあ俺は一番過酷だわ、そういう。そうだ。いや、お前これ最近生意気だな、お前の会社つまらなかったしな。え、生意気？会議の時会社なんかつまんないです。え、つまんないとは言ってないです。なんて言った？楽しくない？大勢入ってるのでかいこと言えよ。そんな感じか。過酷なのが伝わったから、果たしてこの会話で伝わらんすね。伝わった？伝わってない。まあじゃあこの後そのまま過酷な労働また取るんで、結構 LINE アットに質問いっぱい来とるけど、ジムがするから答えれないんだよね。今日もほら17件も朝から来てるわ。で、1万円券欲しいってよく書いてあるけど、これあのうちの工事で使えるやつだから、なんかそれの商品券じゃないじゃ。よく来るんだこれ、1万円商品。もう名前出ちゃうもんいかんけど、うちで工事依頼したい人は1万円券の希望で出し食えばいいんですけど、んでまあ愛知名義いるしか仕事もしないし、他県はうちはやんないんで、そこだけちょっと勘違いして、であともういろんな本当質問してくる。なんか何時に終わるんですかとか、給料いくらもらえるんですかとか。でそれはもうお前しゃべるんでしょ。僕が基本面接はこっちが、まあ最初ジムが初動一発目やって、なんか初動はジムが、まあ最初はジムが、ジムが喋るの。で最低限のことだけ聞いて、車あの免許ありますかとかいろんなこと聞いて、でその情報をもとにここに情報が来て、でも喋るの。このこいつ面接さしてみんじゃん。あ、面接中どんなの？女子限定。女子限定、まあ、女子限定メリットです。限定。そんなにない。まあ過酷は過酷だけど、まあだけどまあお金も稼げると思うしね、職人は。で独立もね、いろんな方向に動くし、まあ、飛びやったらもうどこでも通用するしね。うん、それはやっぱ大きいなって俺は思うけどね。本当に楽しいし、いい仕事だと思います。まあそんな感じです。はい、また見てね。Oh yeah.